1923年型スタンレー蒸気自動車1903年、デートナビーチで記録に挑む、準備中のスタンレースチーマーザディマリッシュとロケット、スタンレースチーマー世界速度記録を樹立した、スタンレースチーマー1906、レクト1907、1912スタンレー蒸気、自動車スタンレーは、スタンレー自動車会社によって生産された、蒸気自動車。1906年、 スタンレーロケットは 205.5km 毎時の世界記録をデートナビーチでフレッドマリオットの運転で樹立してデュアトロフィーを獲得した。これは当時の自動車の速度記録を更新した。この記録は蒸気自動車による記録としては2009年8月まで破られなかった。双子のフランシス・イース・タンリーとフリーラン・オースタンリーは イーストマンコダックの甲板を販売する事業の後、創業した。1897年、彼らは最初の自動車を生産した。1898年から1899年にかけて、他のどの米国の会社よりも多い200台以上を販売した。彼らはロコモービルに設計の権利を売却した。初期のスタンレー、ロコモービル社は軽い木製の車体を 感情の鉄のフレームに沿う化して、リーフ式サスペンションだった。蒸気は垂直円管式ボイラーから発生した。燃料は気化したガソリンで、バーナーで下から炙った。ボイラーは、幾層にもピアノ線が巻かれていて、軽量で強靭だった。初期のモデルでは垂直円管は、銅製で鏡板に開けた上下の穴に通していた。後期のモデルでは凝縮器や溶接された構成の、 キセルが使用された。ボイラーは思ったよりも安全で、安全弁を備え、ジョイントから漏れることで爆発を防いだ。スタンレースチーマーのボイラーが爆発したという文書はない。エンジンは水平対向型に気筒のまた同式で、スライド弁を使用した短式膨張型だった。運転はエンジンから直接後部に設置された、作動歯車に直結したクランクを駆動し、 チェーンで後輪に伝達するようになっていた。ロコモービルは彼らの所有者やサードパーティーによって時々改良された。後に、スタンレー兄弟は特許の問題を回避するために新型の2気筒エンジンの後輪駆動の自動車を開発した。後のモデルではアルミ製の車体を試作した。スタンレー自動車会社は1902年から1917年まで ガソリン車が普及するまで創業した。二番目はコロンビアエレクトリックだった。ボイラーを前に移したところコフィンノーズと呼ばれた。1915年には凝縮機を乗せた。1906年には速度記録を樹立した。この記録は1911年まで他のいかなる自動車によっても破られなかった。グレンカーティスは1907年。 V-8 エンジンのオートバイで136マイルパワーを叩き出した。1917年まで500台生産された。大統領が政府所有の自動車に乗車するようになった時、採用されたのはスタンレーの蒸気自動車であった。1910年代半ばに電気式指導装置を搭載して燃費と出力の優れた内燃機関が台頭した。1917年。 兄弟は事業をプレスコット・ウォーレンに売却した。最後のスタンレースチーマーは1927年まで生産された。ありがとうございます。